朝倉未来とあのなんかコラボさせてもらった時に2人で寝て戦ってたんですけど、それ結構興奮しちゃって寝技エロいです。下ネタ？あれはアートっていうか、なんか本当に美しい。だって動物ってさ、寝技で首を噛んで最後の仕留めに行くんですけど、それと似てて結構なんか刺激的です。惚れてるあの彼女っていうか奥さんっていうかがいてですね、やっぱそれにかっこいいところをやっぱ見せたいので、週単位でちょっと強くなってるっていう実感が湧いてきて、自分の足りない部分っていうか、日向先生にこう指導をいただいて、 YouTube でコラボさせていただいたのをきっかけにブレイブジムに通わせていただくようになったんですけど、この先生についていけば久保ちゃんさらに強くなるよって、ソロちゃんの勘らしいです。